中学生の発表も感動でした。ふるさとを大切に思う心、平和を愛する心、それから、支え合って生きること、 LGGP 人々を多様性の中で、違いを認め合いながら共に助け合って生きていくこと、そういうふうなこと一つ一つ私も胸に刻んで明日から頑張っていこうなというふうに思いました。